伊豆口雄太結果が出なければ数年でクビになる。厳しい世界だとわかっているから。それより、社会人で長く野球がしたい。と考えていた。確かにその方が幸せってのもあるな。ふん、いい話やん。時と場合によっては2、3年で戦力外っていうのもあるからな。一方で社会人野球ならば野球をしながら仕事ができる。門脇や吉川を脅かす存在になり得ると思うし、即戦力として期待してる。門脇の場合はよほどの故障か打撃がガタガタにならない限り、当分はショートに固定だろうな。社会人でも定評高い守備力誇るというのは楽しみだな。一年を通してのスタメンは足りない状況だし、遜色ない実力をつければ必ず出番はあると思う。内野は決まってると言っても坂本吉川はガラスの体。社会人で即戦力になる内野はナイスだと思う。守備が良いみたいだしパンチ力がある。実際映像見ても振る力はかなりありそう。去年のドラフト直後、ドラフト4位の門脇が1年目で不動のレギュラー掴むと思ってた人は少ないはず。同じくレギュラーを取っても不思議ではない。当院時代から守備力は圧倒的だった選手。昔と違って今の巨人なら全然チャンスはあると思う。監督も変わって色々と試してみようとするだろうし。甲子園で見てから抜群に守備うまいなぁと思ってた。派手さはないが堅実な守備で難しい打球を簡単にさばいてた印象。なんとなくだが、源田と同じ雰囲気を感じる。今の巨人の内野のレギュラー陣はかなりレベルが高い。ここに割って入るのはなかなか大変だけど頑張ってほしいな。岡本、吉川、門脇、坂本がいる中、伊豆口が入るとしたらどこだろう。守備力は門脇と同等レベルでパンチ力もあるようだから二遊間かな。門脇を脅かす選手になってくれ。高校時代しか知らなかったから、打体が良くなって誰かわからんかったよ。巨人には先輩の大城、後輩の横川がいるしやりやすい環境だと思う。